えー、第一ヨハネのお5章を開いてください。 はいはい後ろの方聞こえますかねそっちの後ろは大丈夫ですよねはいこっちの後ろは大丈夫ですかねはいえっと第一ヨハネの五章を開いてください14節、えー、何事でも神の御心にかなう願いをするなら 神はその願いを聞いてくださるということこれこそ神に対する私たちの確信です私たちの願うことを神が聞いてくださると知れば神に願ったそのことはすでに叶えられたと知るのです、えー、今日はこの箇所を中心にお話をしたいというふうに思います、えー、それでえっと今アンデル教会のホームページの表面ページがえっと大きく変わってきてるんですね あのえー、とオープニング動画で非常に、えー、と強力なものがで,できてきました、えー、専門家の方でも驚いておられるようですね、えー、あと,、えー、と今までにないことが起こってきたのはその要するにノンク脳ャ謝の方がねその動画のことでこちらの方にね、えー、言ってこられるというね今までにないことも起こってきておりますで、えー、と動画に関してはですね えっとまあ、非常にあの興味深かったんですけど、あのー、最初の動画ですね最初の動画ですね、えー、できた時に、まあ、結構いい動画,あの動画っていうか表面ページができたんですねアンティーオ協会ではねところがですね予言を通してこう言うわけですよねこれじゃないと見心のえっと表面ページを作りなさいこういうふうにくるんですねそれでえっと結構いいのができてるんですよね まあ、あの最善とは思いませんでしたけどね70点80点90点ぐらいいってんじゃないかと思う動画はもう次々あの、えっと、表面ページができるんですねその度にこう主は言われるんですね、えっと、見心の,あの,あの表面ページにしなさい,っていうことです、ね、なんかこうくつくつ動くと一体何を話してんのか聞きたくなりますね <laughs> な何がどうなってんの何が,何がどうなってんのかな はい、立てかけてる椅子がみ見苦しかったですね。<laughs> まあ、早めにやってください。じゃあ <laughs> ええー、立てかけてる椅子、あ、これでね、はいはいはい。えー、っと、それでですね、その動画ですよね。その動画に関して、こう何度も言うわけですね。で、こちら側も、あの、知恵と、それからアイデアも出尽くしてるわけですよね。んなこと言われたってね。 無理だみたいなこうそういうような状況だったんですがでもともかく祈ったんですねそして祈ってそしてですねあの神様に求めていて確かにまあね主が言われるわけだからあのこう祈り続けたらそしたらあの,あのオープニング度が生まれたんですねでまさにこれだっていうねはっきりとあの我々は確信できるもうまさにそれだっていうことが与えられていてですねそれとともにですね あんまし設営、ね、の,の人動かないで、ね、説教の時に邪魔になるから、ね、あ出ていっちゃったのかな <laughs>、ね、<laughs> あの最小限にしてくださいね,最小限にしてね説教者によると動いた瞬間に怒る説教者もいるんですよね。それは何かというと説教中ねあの注意が散漫になっちゃうんですよね。 ですからちょっとしたことで動いたりなんかすることによってですねですからあの設営の人はね極力動かないとちょっと動きすぎですよねねこんだけ動く設営ってもね、あのー、あんまり見たことはないですけど <laughs>、ね、細かいことに気,気になるんでしょうけどあの中心は説教なので設営の方々ねですからえっと余計な動きはしないね、まあ、どうしても必要な 誰かもぶっ倒れたとかね、あのそういうだったらしょうがないんですけども、そうでなければあの余計な動きはしないでください。分かりになりましたね。今度は怒りますからね。<laughs> あの完全にあの説教の妨害となってますからですね。あの意識されてないかもしれませんけど、完全に注意は散漫になってますし、あの方向はもうガッと変わっちゃってますから。ですからあのそういうこともちゃんと注意しておいてくださいね。あのもっと大きな教会になってきていろんな方々が来たときにそういうことは。 はっきりと見ますすのでですねどうぞあのそのことを覚えておいていただきたいというふうに思いますそれで、えっとまあ、ともかくポイントのね動画ができたっていうことですねまさに本当に主は祈りに答えてくださるし目心をなしてくださるなということを思いますそれでですね今第3弾ができたんですねそれで、えっと、3弾をちょっと映しますのでですねちょっと消してください、はい、消してください こっちも削ったら消してください。これも大掛かりです。<laughs> はい。じゃあ、<music> はい、つけてください。 えっと星空が出てぐーっと変わっていくっていうやつですね。えー、っとと星空ちゃんと出てましたそ、ね、そうそうこれなんですね、えー、ただですねその動画はいろいろ素晴らしいものができてきたんですけどまたですねえー、っとインターネット委員会でですねお願とを通して言われたんですね,音楽が違うと <laughs> ねそれから出てくるピラピラが違うと。<laughs> <laughs> 確かにその音楽が必ずしもピタッと合ってるわけじゃなくてそれに合わせて作ったわけじゃないので,ですねそれから確かに「ピラピラ」はねいろいろな賛否両論があってですねディズニーランドみたいだなっていう方とねまあいいっていう方もいらっしゃるんですがまあともかくあのオープニング動画に関してはですねあこれだって一致したんですが「ピラピラ」に関しては一致してないのでそれはあのえと違うだろうなとこういうふうに思いますねでどうぞあの皆さんですね。 祈ってくださいね。の完全な、えっと、要するに。あの、ババックの音楽と一致した。あ、そうした動画と,とともに、それが。えー、アンテオック協会を出す時の、この出方ですよね。具体的にですね。あの、祈っていただきたいというふうにまさにピッタンことのやつが出てくると思うんですね。それで、えっと、皆さんの中でね、そういうアイデアがあったり、なんかする方言ったり。あるいは曲は。 であ自分のこういう感じだったらいいとかね、そういうアイデアを持ってたり、あるいは実際作れたりする場合にはですね、作って持ってきてあのいただきたいというふうに思いますあの。ぴったり当たってくるやつがあると思うんですね。で、あのえっと四限の中でちょっと面白いなと思ったんですね。それはあのオープニングのその表面ページが変わることによってアクセス数が上がるというね、こういう予告だったんですね。で、まあオープニングていうのは大体みんな見ないわけで。 ねアクセス数が上がるって言われてもと思ったんですが、えっとだいたいアンターボ協会のアクセス数は平均2千2万3千なんですね。えっとこれはあの一週間で2万3千になったんですね。でオープニング動画ができてはね2万8千になってるんですね。で2万8千というのは実はすごいんですよね。それはイスラエル前の最高が2万8千だったんですね。ですかそれを続けているので、ま確かに。 そういうような形の動きになっているんだなっていうことを感じますし、またこれがピタッとあった時にね、さらにあの霊的な力が表されますしね、こういろいろな神様の働きが起こってくるというふうに感じます。で、どうぞ祈っていただきたいと思いますね。なんかそういう示された人を作っていただいたり見といてあのいただきたいと思います。えっとそれとともにですね、あのちょっと感じることがあるんですね。その 何かというと、まあインターネットの働きとはオンラインの働きもそうなんですが、えー、っといっぱいにふーっと触れてるんですよね。例えばあのえー、っとこの動画に関してもあのノンクイッシャーンャんのプロが評価してくださったり、ノンクイッシャーンャんの方も評価してくださったりしてますね。それから非常に多くのところにえー、っとこのインターネットを通したの働きが広がってきてますね。例えばえー、っと産ビチームでもあの。 知り合いのクリスチャンとかねそういうところじゃなくてインターネットを見てえー、っと連絡してきたりね来てくださいって言ったりするようなそういう動きがこうぐッと広がっているのですね。そしてえー、っと前にも言いましたようにインターネットを通してですね日本のいろんな教会でもそうですが我々の教会でもね、えー、っと一般に向けての 触れ方で、ぐーっと変わってきてるんですよね。で、これは、あの、私は、あの、クリスチャン生活をやってきて、ましてですね。日本のキリスト教、教会の弱点は、一般との接点がないっていうね。これですけど、そこにね、ふーっと、こう来てるんですね。で、これは、えっと、リバイバルに向かってのね。この愛迷惑はこう始まってるなと。あの、こういうふうに感じるんですね。それとともに、えっと、ギフスとか、ね、いろんな賛美グループが えとね、先ほどは病院の話をしてましたけど路上でもいろんなホテルでも、えー、ショッピングセンターでも世論にでも始めてますよね。で、えー、その時にですねえっとまあ、えー、こう見てるといろんなグループが賛美する時泣いてる、ね、泣いてる、ね、で、私の説教の時もねよく泣いてたんです <laughs>、ね、あのよく泣いてたんですね 真マジなんでよく泣いちゃいましたねあのやってる時にですねで、えっと、ただね真相が分かった時にあるんですよねで神様はこうやれるってこう言ってるじゃないですかねでこっち側向いてるでしょ皆さんねこっち側ねでこっち側で神様はこうやれるってこう言ってるんですねそれでパッと見るに泣いてるんですよね,ねああと感動しましたね私の説教で泣く人がいるんだとねとある瞬間ですねこっち側でフッと見たんですねそしたらそれでああラグビーをしてるんですね それでで真相が分かったのですね私があっち向いてる間にあくびをしといて私が帰った後あくびが終わってんそして何が残ってるか涙だけが残ってる <laughs> ねであのそういう涙じゃないみたいですねそういう涙じゃな,ないみたいですねであの「シャインズでもなく」って言いますからね「まあ、シャインズでもなく」なんて言っちゃった <laughs> すいませんすいません」<laughs> すいません。<laughs> <laughs> もうなんか持ちられてるみたいですねいろいろね。でそうなりますとね私もあのキリスト教会長いですから、えっとね、そういうゴスペルの働き方は今まであんまり聞いたことがないのですよねそういう浸透の仕方多分安らぎの歌の歌の形がちょっと違うんだろうと思うんですね賛美歌とは違う形で触れるんだろうと思うんですね賛美歌成歌とねそれが一つあると思うんですね。 それとともに賛美チームを通しての、あの聖霊の働きがちょっと違うんだろうと。違った種類の働きになってきたんだろうと、こういうふうに思いますね。で、えー、っとね、新しいことも皆さん始まっているのです。あの皆様が寝ておられる間にですね。常に主の技が進んでいるのです、皆さんね。この場で。この場でですね。皆さんがお休みになっている間にですね。あの主の働きがぐーっとこう進んできている。 ということね覚えてておいいくださいでリバイバルの足音あのリバイバルの,あの動きで皆さんねこれは、えー、将来私たちが待ち望むものではなくて今すでに始まっており動き始めておりさらに非常に強力に動こうとしている、ね、そして起ころうとしている、えー、ということですねあのどうぞ覚えておいてあのいただきたいというふうに思います。 でえっと、リバイバルはね遠い彼方のことではなくなってます遠い彼方のことではないですねで今その,、ねそのえっと、具体的な動きが始まっているっていうことをね感じますこれはあの、えっと、インターネットの働きにおいても他業界でもいろいろあると思うんですね賛美においてもこれはリバイバルにかかる動きが開かれ始めてる現象ですよね。たまたままは皆さんが上手くなって そしてサムが用いられていてね、えー、教会の賜物として現れてるっていうこういう働きではないと思います。はっきりとも大きなあの神様のですね週末に向かっての動きが始まってるっていうことをね、まあ、非常に強く感じるわけですよね。えっとそれとともにですね「えっと、見返りに来したが三章っていうね、えー、もうあの三章の最初はね決めてます。<laughs> もうインターネットの働きね 三章の「次」も決めてますあの日本のの個人の畑ですね <laughs> 実名で何人か登場すると思いますけどね。<laughs> でえっとでこの時にやっぱりね興味深いと思うんですね「主の導かれ方」っていうのはねえっと曇りの方々がこう見てくださっていてですね今「三越えに岸田川」の第2章が11月1日に発行されましたよね。 その14年前の11月1日に「御声に聞きたがう」の最初の本が発行されてるんですね。であの「御、え、声、っと、に聞きたがう」っていうのはねあの主が御声に聞きたがう教会を立て上げようとして、えー、ここで技を始めたことであって実はあの私たちの、えー、働きと歩みのの中心なので,す、ね、ですからそういう意味で「御声に聞きたがう」というね信仰の対応というのは私たちの根幹をなすものであるということを感じるんですね。 ですからその本の出版の時が一つ区切り目になっているっていうことを感じるんですね。で,これは14年で、えっと、11月っていうのはね我々の年度の初めですから「御子に来たがる二章」は11月に合わせたと思いますがしかしそれが始まったのは7年前の話であってそれ以前は違うんですねそれ以前も11月のそのですね。そしてその14年前に 皆さんに言いましたが11月に主は働いたんですね開拓を始めなさいって主の住家の開拓を始めなさいってこれは主は働いて導きを始められた最初ですね我々の働きのねそしてその前の、えー、と14年前の11月はえっ、ー、とですね、まあ、初めて私が教会に行った時ですねですねで141414 14 14と来てるわけですねでこの14っていうのはですね また、えっ、ー、と、特別な数なんですね。それマタイの福音書に十四代、十四代、十四代って書いてあるんですね。あの、困っちゃうんですね。何が困っちゃうのかというとですね。一個一個開かれていくんですいろんなことがね。そうするとね、途中まで一緒なんですね。ですからみんなが途中まで一緒だなって顔してるんです。<laughs> で、最後は違う、違うんですね。ところが、途中まで一緒だなと思うと、途中で聞くのをやめちゃったりなんかでする、ね。 で最後は肝心なことを言う時はもう知らないみたいな感じですよね。でえっとこの14っていうのは実はね重要な数なんですねちょっと見てみたら驚きましたよね。何が驚いたのかというとアブラハムからダビデまで14代って言ったんです特別な14代ですよね。でで,ですねよくよく考えてみる,見るとねこういうことなんですね。アブラハムはカナンの地を占領するというカナンの地を与えるという約束を与えられた人なんです。 そこからイスラエルが始まっているわけですよね。ダビデはね、カナンの地のほぼ全域を占領した人なんです。ダビデの時に最もハン罪が大きくなったんです。だから、あのある意味では、その約束の成就の人なんです。ですから、この十四代というのは、ただの十四代じゃないんですね。約束が与えられて成就したよって。で、次はですね、えー、と、ダビデからバビロン保守なんです。 これも普通の14代じゃないんですねだって国が約束をして与えられたのはなくなっちゃったよっていうわけでしょただなくなっちゃったっていう時にねこれはあの、えー、と神様っていうのは深いんですよね。これはなくなったんじゃなくて実はですね主が本当に与えようとしたののは神の国なんですだから実はですねあの国はなくなったんですが実はもっと大きなものがそこにあるんです。 そしてですね次の14代はバビロン捕囚からねキリストでしょでキリストって何何かって言いますよねバビロンが亡くなってね王として来たっていうんだけど呪術に隠れちゃった何が他みたいなねあのアレキサンダー大王とかアイドルは違うんですねでもねこれでいいんですなぜならキリストはですね神の国を持ってきたの,神の国そうしますとねこの14代って実はね大きな変わり目で 特別なポイントがあるってことに気が付くのですね。でもちろん、えっ、ー、と十四っていう数をあの示さいとくね、十四代、十四代、十四代ってだん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 ちょっとえっ、ー、と示しが進んでいくわけですよね。そうなりますとね、これはあのえっ、ー、と単に偶然に起こってるのではないというふうに感じますし、また同時にこの十四代で大きなあの十四年で大きな変わり目に来ているですね。あのそれを感じるんですね。 賛美体の働きにしてもねインターネットの働きにしてもその変わりゆえのー、初めの動きでしょうですね。で皆さん新しいことが始まりますね新しいことが始まりますねそれで皆さんねえー、っと第三章はねえー、っと成就したっていうところですからあの成就してないのですまだあの約束の成就の過程なのですねまだ成就してないのです。で 神様の成就の技を、ね、見ることになるということですねどうぞ覚えておいていただきたいというふうに思います。それで、えっと、第一ヨハネの五章の方ですねここあの14節からお見せしたいと思います。何事でも神の御心にかなう願いをするなら神はその願いを聞いてくださるということ。 これこそ神に対する私たちの確信です。私たちの願うことを神が聞いてくださるとすれば神に願ったそのことはすでに叶えられたと知るのです。こう書いてあります。で、えっと、祈りは大きな恵みです。あの、祈りのある人と祈りのない人は人生が違います。ですね。そして祈りを用いる人と祈りを用いない人は人生が違います。 で私たちはですね、祈りを通して、えっと、全能の神の生ける免疫を受けるのですね生ける祝福をこう受けるのです具体的にですねで私がいろんな問題に遭遇したとしてもですね、困難に出会ったとしても普通の人とは違うんですね普通の人って神様信じない人のことを言ってますいいですかで私たちも皆さん神がいるんですねそして神の手を動かすのは何かっていうと祈りなのです こう祈りなのですね。そして、えっと、問題の解決を、あのー。導くのは何かというと、祈りなのです。ね、病の解決を導くのは何かというと、祈りなのですね。祈りなのです。ですから、この祈りに大きなポイントがあります。だから、皆さんね、使ってください。祈りを使うか使わないかって、すごい大きい。さのなんですね。あの、私はですね。 えっと祈りがあったから例えば紅君が脳障害の時、えー、っと癒されました祈りがあったからですねで私が、えー、っと病気の時にですね祈りがあったからこれで癒されたです,ですね祈りがあったからですねで皆さんにこうそして私たちに与えられた最高の恵みはこう祈,りなのです祈るか祈らないかってねこれは大きいのですね でどうぞあの祈りを通して、ね、たくさんの恵みを受けてくださいそして祈りの基盤は求めなさいですから求めるんですね求めるんです求めるんですあの求めるんですですねあるかある方はね求める気はないなんて言いますがね求める気がないっていうことは信仰がないんです与えられると思ったら求めます例えば私が求める気がないときに考えてみるとですね怒るわけないと思っているわけですですね。 元へはその中心になってくるっていうことね。どうぞ覚えて,おいてください。そしてですね、その祈りの原則に関してあるんですね。神の御心にかなう願いと。でこれはですね、えーと、聞かれるってある。 ですから皆さんねあの見心にかなう願いなんです見心にかなう願いそこがえっとここで多くの人がね、えー、じゃあ見心にかなう願いって見心にかなう願いって何かっていうふうにこう感じるんですねでここであのつまずくのですねでそれはですね一つは聖書の御言葉に えー、適合合すする場合です例えば、えー、と私がですね大変な問題に出会ったとします普通解決できないような問題でねひどい状況になったとしますでもですねえっ、ー、と三言葉にあるんですね「私は祈ります頼ります天皇様お願いしますこの問題を解決し,してください」でその時にですね御言葉を通して分かるんです。私は皆に頼ってるから 失望しない結果が出るこれわかるんですだから御言葉が実はですね御心のポイントを明らかにするんです例えばとんでもない問題が起こるとね。でも感謝するんです私は感謝してるから確かにこれは凄まじい問題だけどこの後ろに神の素晴らしい計画があるとそしてですね生愛している者には全てのことが益となると書いてあるので私は神様に従ってるからね 神様に服従はダメですよね。ね、あの神様に従っているかあるいは従うことを願っているから駅になる。これは私にとってマイナスだけどこれは必ず駅になることがわかる。見言葉で分かってくるでしょ。だから皆さんね結構ねもう見言葉で言えるんです。ね、あのあのメッセージも言いましたけど例えばベニが病気の時ねまあ我々は感謝した瞬間も言えてるんですねこの後ろに神の素晴らしい計画がありますって。 それが起こってきます。これはあの、なんでわかるのかというと、見言葉で見心がわかるんです。ね、御心がわかる範囲があるわけですね。そしてですね。えー、っと。長藤君。こう言ってるんですね。この、このぐらい大きなところに私の顔が映ると。ね。そして、あー、安東家の人たち、気をつけなさいと。あの、しわ、しわが映ると。 すね、あの沖縄ではこのぐらいのやつでやってるから私の顔がこんなでっかく映るとかねこう言っておりますよねあのですね。でその,あの長藤牧師が絡んで、ねえー、場所が使えないっていう時があったでしょう。でその時にですねもう追い,追い詰められてそしてですね我々は講談の前に出て祈ったのです。ね、あの場所がが見つかりりまませんありがとうございますね そして、えー、っと次の週ねあのどこでやるかその場所はわかりませんありがとうございますでもここで祈れるんですねいくつもしかし私たちは皆に頼ってますから失望しない結果があらゆることを知ってますとで、また今私たちは感謝してますからですね今私たちが次の場所が見つからないということの後ろに神の素晴らしい結果があるのがわかりますこれはもう見言葉で言える だから、私たちはその素晴らしい結果を見るでしょう。で、その時にですね。まあ、見ちゃったわけですけど。すでに、そこで、こうわかるわけです。ですから、あの、多くの方は見言葉の使い方が下手ですね。ねそういうふうに祈らないでしょう。で、御言葉でかなりもう、見心の、あの、ポイントがわかるんです。ね、だから、その、何か示されなかったとしてもね。こうわかるんです。 それ,でそれを祈るんです例えばねどんなこんなにやったとしても私は感謝してますし主に従うと願っておりますから益になるしこれが益になりますねそれからこの後ろにある神の計画が現れますってことをね実はですね分かるんです。かるんですですからですね心心の範囲をね見心って何かとね私から非常に遠いそういうものが疫心だと思っている人結構 あの多いんですが実はもう見心なんてすぐそばにたくさんあるのです見言葉を通してこう見えてくるわけですね見えてくるわけですねそして、えー、何も示されなくたってそれだけでもう明らかに信仰の対応を取れてい,くいけることがいくらでもあるのですねですから、えー、これは、えー、っと要するに見言葉を通してね私たちが、えー、見心っていうのを確認できるまた同時にですね示しを通してですよね 示しようと、ね、見心を確認できるとですね。例えばあのインターネットのオンライン礼拝の働きの時にねあの皆さんできないって言ったんですねで私できるって言ったんですねでえー、っとじゃあそれは何かっていうと予言でねオンライン礼拝やれって言ってたの <laughs> それ多分みんな聞いてると思うん、ね私も聞いてるの。 でそれを示すと受け取ってたかどうかです。でも語られてるんですね。語られてること。語られてることを受け取っていると、ね。例えばあ,のあるじゃないですかね。皆さんに、えー、と予言案なんかで語られてるでしょ皆さんは器ですってね。でそれを受け取ってる人と受け,受け取ってない人いるでしょ。こういうことなんですね。ね。 皆さんに語られてますよね、私もね、で、私は思ってるわけですね、でも、すべてが益となると思ってない人もいるわけじゃないですか。皆さんこれなのです。受け取らないとだめです。あの、神の言葉はすぐそばにあるんです。すぐそばにあるんです。そしてね、示しですよね。例えば、あの、ベニ、ベニ君の場合は。えー、っとね、私はね、このて、あの、であの。 えっと、時計を見てたからちょっと悪かったんですねこのの時時計がね7時55分のままなんですねですから7時55分だから長く伸ばさないといけないと思ってですねそれでは突然今こっちに揮発したんですね <laughs> そこっち8時15分なんですよねあれ,あれ止まったままなんですね止まったままったってね微妙な時間で止まってますよね。<laughs> で、えー、その時はね祈り切るんですね例えばベニー君が癒されるっていうことに関しては祈りきったのですねで私が癒されるってことに関しては祈りきったのですで祈りきるっていうのはですね確信が来るまで来るのですね言葉が来るっていうよりも確信が来ます思いです思いにそうだって確信が来るのです確信が来るのですね例えば今回のえー、っと表面ページあとあとこれだって確信が来ます それです。それです。確信ですね。で、その時にですね、私たちは御心がわかります。例えば、私が癒されることは御心と。ね、御心ですね。あの、そして、あ,あの、わかるわけですね。で、私は使命がありますので、皆さんも使命がありますね。あの、ですから、あの、ユミナさんと、な、長藤君と、三人で飛行機乗ってる時にですね、攻撃戦呼びまして。ね。 あの大変ななことになった時あ,るあるんです、ね、スイアデスの人たちが結束をかいて消火器持って走り回ってですね下を降りたら一斉に救急車とパトーカーがうー,ーってやってきてねもう大変だったんだなと思うんですねでその時ねあのこう私持ってたんですね乗客はね慌わせてたんですがあの私は記者会見のこと思ってたんですねで飛行機が落ちてね弓村さん長藤君を含め全員死亡と。 そして、私だけ生き残っちゃって、そしてみんなにどうしてですかって記者会見されてる。で、私はね、死なないのです。ね、ど,どうして、そう、あの、そう思ってるのかというと、私ね、示しがあるんですね。あの、こういうことをしなさいっていう神様からの明確な語い書きを受けてます。私があの、えー、っと、手術をやった時もね、死ぬとは思ってませんでした。私は伝道者になるって主に言われてたので、伝道者になってなかったからです。 示しですよね。で皆さんね示しなんです。ですから見心の適用範囲ってのは大きいことに気が付くでしょ。これ適応してくださいね。これはあの皆さんの祈りが一気に聞かれるようになるこれ秘訣なのです。そしてですねあの見心の祈りは叶う願いは聞かれるって書いてあるんです。だから聞かれるのです。例えば問題に対して我々が感謝をしているとき、そして主に従うとき。 でもかかるじゃないですかね問題の後ろにある神の素晴らしい計画もね現れるんですだってそれは見心だから現れるんですそして皆さんがですねあの何の,あの,解,あの解決の手だてもなく追い,追い込められてですね困難な,な状況になるときにあの皆に頼るなら失望することないっていうかもう失望しないんですでもそう書いてあるからで失望しないんですねこれは見心なんです見心なんですね そそね、それは必ずなるんですよ皆さん、んなるんですよだから皆さんね御心の範囲をすごく狭くしないように私は御心と関係ない人間だとそうじゃないんです皆さんねこれはですねもっと全然広くてその辺御心だらけなんです <laughs> この辺御心だらけあの身心だらけなんです皆さん ですね、ところが見心を狭くすることによって祈りが答えられない人って多く多いんです皆さん。でもね見心だらけなんです御見心だらけね。そしてですねこれはね答えられるからね受けたと信じなさいって言ってるわけですね。そして他のところではそうすればそうなりますと。 だから受けちゃうんですね例えば今困難なこういう状況ですですねこういう状況ですねでも私は今感謝していますから、えー、神様はこの後ろの素晴らしい計画を表してくださいます私はそれを知っています私はそれを見ますそしてそれを見た時にあなたを喜ぶでしょうってね私ははっきりとその中で勝利を見ました、えー、感謝しますってね受けちゃえばいいんです。ですね 例えば、えー、と病に関してもね私は病でさがこの後ろに神の素晴らしい計画があります今は病でいろいろな困難な状況にありますがしかし私はですね神の勝利を見るでしょうその,その時にですね本当にあなたの素晴らしさを持って喜ぶでしょう、ね、私は素晴らしい恵みを受けましたって受けちゃえばいいんですで示さあの示されてるのはねあの癒されたってやりゃいいんですでも、えー、私は癒される って言われたので、あの野菜だって言ってたんです。だ受けたと信じるっていうことですね。で、その時にですね。皆さんね。未国宝のことは確実に成就してくるんです。確実に現れるんです。確実に働きが大手くるのですね。来るのです。皆さんね。だからリバイバルなんかでもはっきり言いますよね。リバイバルってあの我々は示されてますね。 今示されている動画じゃないですよ。もう始まってますよね。えっ、ー、とまあ日本のいろんな教会でも始まってると思います。サンビの働きをそうでしょう。ですねで。インターネットの働きだって皆さんはね。だって去年あのー、スネルゴイキャンプであのー、映像の働き始めたばっかでしょ。だって一年であれだけの映像ですよ。あのー、そうでしょう。でその時やっぱり感じるんですね。主の力。 あこれは、ね、人間の力が働いてない主の,の,の力ですよ、ね、ですよねからもうはっきりあの実はですねリバイバルが始まっている鼓動がねあの起こってきてるのです皆さんね起こってきてるのですね,ねでまたあの、えー、と主はいろんな夢と幻を与えてくださいますからですねその備えもできてるでしょなんかこの深い意味に関して皆さん気が付いてないですよね <laughs> <laughs> もう見てるかもしれませんよね <laughs> あああなたの夢と幻は何でしたんだってね <laughs> 今バナナ食べてるところでした、ね、<laughs> そういうんじゃないですよねそれでね皆さんね受けなさいって言ってるんです受けなさいって言ってるんですねそしてですね見心の範囲は大きいのでね身心の範囲は広いので であ,るある方々は見心の範囲が分かんないのでどう受けていいのかさっぱり分かんない人もいますそうしますとねあの神様の技の現れってね制限されてきちゃうんです。分かってる人でも、ね、狭かったりすすするんんででそうじゃないんですで今言ったように見心っていうのはですね見,見言葉で分かるポイントがありそれから語られたことで分かるポイントがありね。 だこれは気をつけてさ予言で語ってるのはね予言が神の言葉でないと思ってたりなんかするからですね例えばあのえっと見古に記者は第三章の二章に書く予定の日本の個人の設立ですよ <laughs> ねだってみんな聞いてんだから <laughs> 日本に個人作れっていうのは何年も前からねねだからそんななるとクッとの逃してるわけですよ逃,逃してるわけですよね逃さないように <laughs> ですねそしてで,ですね。 受け取っていってください。そしてですね。あの、えっと喜びの声を上げよう。っていうのはこれはですね。信仰の声を上げようね。そしてですね。カラスダネの信仰の声を上げようってことですよね。で、えっと私たちの祈りにおいても。あの、はっきりとあの神様は原則を持って行っておられます。御子あの御心の範囲は広いです。狭くないんです。狭くないんです。私にこう御心なんて一個も示されないなんていうのはその人の思い違いです。 こんないいっぱいあるの山ほどね、あのー、木村先生のリンゴがあってですね <laughs> そしてそのリンゴのそばに寝ながらね「えー、私はリンゴがないリンゴは一体どこにあるんだろう」って言ってるような <laughs> そういうそういうものですよ皆さん。ですね。そして皆さんねあの手話技をなぞうとしています。 これはですねあの祈りそして、えー、カラスでの信号ですこれを使ってくださいこれをね使うのですね使うのですそして皆さん奇跡が起こりますそしてねその奇跡は何のためかというとこれから起こるリバイバルのためですリバイバルに大きなことが起こってくるっていうことをね覚えておいてくださいお祈りします 手の妻どうどう人よ人のうちに豊かに働き、最後横こと宮沢あらしてください、四五旬の豊かな御沢あきアナされていきますようにお願いします、えー。この意図をしてちゃんと信仰の告白をするように主が語っておられる方がいらっしゃいます。手の妻どうぞ豊かに導き、最後横こと宮沢あらしてください、くなんか自分なんてダメだっていう間違った思いを持っている者がいます。これは悔い改めるように、そして主が最善に作ってくださり。 そして主が豊かに用いてくださると栄光が表される器であるということをはっきりと自分で告白するようになぜならそれは正しい告白だからです寺の妻どうぞ豊かに導き参院御祐と宮沢を出してくださいなんかお恐れてしどいちゃった方がいらっしゃいますが主の御心の事柄はしどかないように主は語っています癒しの祈りをしたいと思います共にまず悔い改めの祈りの時を持ちたいと思います それではおのので癒しのためにお祈りください神様あなたがこの場にご臨在されていることありがとうございますどうぞお人お人の過度精神に触れ癒しを行い解放を行ってくださいイエスキ人の身にあって病の霊をしばる。イエスキ人の身にあってす病の霊を今すぐお人お人の過度精神がせん こうイエスキリストの皆やってお一おし人の家族生死滅癒されよ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 癒さ下がちょっとに出来物がある方がいらっしゃいますこれが癒されました感謝しておいてください天皇様どうぞ豊かに導きサインご横と宮沢なされてきますように言わいていますちょっと目が悪い方いらっしゃいますこれが癒されました胃腸がちょっと悪い方いらっしゃいます